皆さんこんばんこばはうちんですえー、今日は公園であった公園で本当にあった怖い話ということであのーはい、今日公園行ったんですよ。ね桜もねちらちら咲いてきたしあったかくなったしちょっと家出るのも遅くなっちゃったので。 あの午前中というかお昼ごろだったんでおにぎりを持っておにぎりを握って桜を見ながらおにぎりでも食べようかなと思ってちょっとしたお弁当を作って持って行ったんですけどまずえ2歳と0歳児がいる人にとってはまず公園が小学生であふれているというのがまあめちゃくちゃ怖いというか恐ろしいんですよ。 やっぱりね2歳ってほんとどこ行くか分からない状態で、まあ、小学生たちって本当に弾丸みたいに遊ぶじゃないですかまあ実際弾丸みたいな感じでサッカーボールとかもものすごい速さで飛んでるしあの野球のねキャッチボールをしてる子もいるし鬼ごっこはもちろん滑り台を使ってやってるし、ね、でそこに2歳のどこ行くか分かんない男の子を。 こ追っかけながら0歳を抱っこ紐で抱っこしてるとなかなかね。その2歳をいきなり急に止めることがねできなかったりするんですね。抱っこ紐してるとこう屈むと赤ちゃんがスポーンってここから出てきちゃう。怖さっていうのがあってですね。まあ、そういうわけで春休みに入ったね。っていうことで、小学生が大量に公園に行ったのが、まずまあ怖かったんですが、まあちょっと講演に行くって約束をね。2歳の。 長男としてしてまったので、まあ短い時間でもまあおにぎりだけ食べるだけでもベンチでって思ったんだけどまあ案の定というかもうその楽しそうなね小学生たちが遊んでるその雰囲気にのまれ、えっと、まずおにぎりを食べる時間というかもうお昼ごろにね着いたんででも全然もう食べてくれる様子なしもちろん座る様子なし、えー、ずっと走り回ってるわけですよね。で、まあ 何かもう私もねおなかいてきますよね授乳してるしはあおなかいたしっていうかもう5昼過ぎてんのにおにぎり食べてくれないし全然止められないしうわってこれで入れんのかなどうって,あてかこうしてる間にボールとか当たったらどうしよう本当怖いわって思いながらはあ何でなんでこの公園に寄ってしまったんだろうってすごい人気の公園なんでねそう間違えたと思いながらえ過ごして。 いたらですね。はい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 。なんですね。なんとそこでですね、本当にすごい量のあの小学生がいたんですよ。まあもう30人ぐらい、一クラス以上いたかなぐらいいたんですけど、その中でいきなりね、目の前でね、なんかねすっごいジャイアンみたいな。 男の子と、すごいもう静かちゃんみたいな、キャシャ、キャシャで、可愛らしい、細い女の子がね、いきなりとっくみ合いの喧嘩しだしてて。 ジャイアンみたいな、えっと、そうそう、何年、あと、小学5年生ぐらいです。小学生って言ってもね、結構幅広いから。4年生っていうには、か、体格が良すぎるし、6年生っていうにはちょっとなんか幼いっていうぐらいの、小学5年生、まあ年齢聞いてないんであれなんですけど、小学5年生ぐらいの男の子、ジャイアンみたいながっつりした男の子と、キャシャな女の子が、マジでとっくみ合いの <laughs> 喧嘩してて、それでしかもジャイアンのみたいな男の子が全く容赦なくて、その、 細い女の子のね、お腹とかをバーン、バーン、バーンとか言って、すごい勢いで蹴ったりしてるわけ。細いんだよ、その女の子。折れちゃう。まず。折れちゃうって思ったし、普通に、えーってなってでも、でもすっごい周りに小学生いっぱいいるから、人だかりっていうか。で、その隙間からチラッと見えたの、その蹴ってる姿が。え、えって思って。えっ,って思ってるうちに、 な、なんか、胸ぐらを掴んで、女の子の胸ぐらを男のジャイアンが掴んで、おい、俺に勝てると思ってんのかよなめんなよみたいな感じで、その細い女の子に言ってるわけですよ。いや、ほんと、えっえ,っ,えっ,って思ってたら、もう全然何もできなくて私。まあ、お腹にね、このちっちゃな赤ちゃん抱いてるし、いや、こう、ってか、 小学5年生といっても本当体格がジャ,ジャイアンなんでもうお腹もぽっこり出てなんて言うんだろうもう,もうがっちりですよガチムチっていうのかなもうすごい体格いいからあんなの人に蹴られたらねもう,もうもうひとたまりもないっていうです私とか赤ちゃんを抱いてるような母はと思って何もできなかったですねでその後も怖かったのがなんかその男の子 ジャイアン軍団みたいなのがいるんですけどジャイアン軍団みたいなのはなもうその細い子はね泣いちゃって女の子軍団に、ね、き抱きしめられながらねなんか多分慰められててでそのジャイアン軍団のリーダージャイアンはね「いやあっちからけ殴られたから殴っただけだしさなんで殴られたら「サチ行こうでサツとか言って小学校年生が「サツと「サツって何か分かってんのかな わかんないけど、撮影行こうぜ、撮影とか言って、言いながら自転車 VV なんか乗り回しながら、いやーこれどうしたなんか私大人として、 まあ大人がね、まあ、少なかったっちゃ少なまあそこそこいたけど、はっきり見てたら私ぐらいだったのかいや、ちょっと分かんないんですけど、ベンチに座っているお母さん方はたくさん、あのね、お弁当食べてるようなお母さん方はたくさんいたんですけど、見えたらなかったのかもしれないんだけど、いや、もうちょっと、どうしたらいいんだろう、え、本当にこれは警察、え、でも小学校生の喧嘩だしなんて、でもなかった女子がボボロコボコに 殴らられてたからなまあでも女の子もちょっとなんかやり返してたような気もするしこれは喧嘩って言ったら喧嘩なのかなみたいな感じでえー、どうしようってなってるうちになんか女の子軍団はなんかちょっとね好青年みたいなあ学級委員でもやってるのかなみたいな、あのー、男の子がね「あのじゃあ僕は学校に行ってくるから」 あでもみんなで行ってもしょうがないからみたいな感じで仕切りながらねちょっと道の方にどんどん歩いてそのなんか多分ね、あのー、親御さんに教え知らせに行ったりとか多分するのかなっていう感じで動き出してたんであああと思って結局私は本当にただ眺めてるだけででとにかく2歳児を追っかけ回すのに手いっぱいでねそんな様子を見ちゃったんですよ。 はいちょっと長くなりましたがこれが本当にあったあ公園で本当にあったこういう話でしたいや小学5年生ぐらいの喧嘩ってなんか大人が入っていいのかどうかってすごい迷いました全くもっての他人ですしまあ赤ちゃんを抱いてたっていうのもあって危険にこの子を危険に刺さらせないなっていうのもあっていや本当でも本当ジャイアン軍団怖かった怖かった皆さんこういう時どうしたらいいんでしょうあおかえりなさい すいません。えー、夫が帰ってきましたので、えー、そろそろ終わりたいと思います。晩ご飯を作ります。それでは。